君は心に抱え込んでいた苦悩を誰かと共有したいと思ったことはあるかな。2019年9月12日午後8時半東京都豊島区池袋のラブホテルの一室で布団圧縮に使うビニール袋に包まれた女性の遺体が発見された。部屋を利用していたのはごく普通の男女2人組であることが監視カメラの映像から判明する。事件現場がラブホテルということもあり、初めはこんな憶測が飛び交っていた。行き過ぎた SM プレイの末の事故なんじゃないか。男は怖くなって逃げ出したのでは。しかし警察はこれを殺人事件と断定。亡くなっていた女性の首に絞殺された跡が残っていたんだ。監視カメラの映像から被害者女性と一緒にいた男の身元は間もなく特定され逮捕。捕まったのは当時22歳の大学生 KM という人物だった。取り調べを受けた K は女性を殺害したことはすぐに認めたが、その動機を聞かれると意外な言葉を口にしたんだ。殺したのは僕で間違いありません。しかし僕は彼女に殺してくれと頼まれたんです。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナ・テミスだ。今回取り上げるのは2019年に起きた池袋ホテル殺人事件について。場所柄や遺体の状況から最初は事故かと思われたこの事件。犯人は被害者から殺人を頼まれたと供述したが、これが真実だとするならば女性はなぜそんなことを依頼したのだろうか。この事件は未来が不透明な時代に生きる俺たち全員と無関係な話ではないんだ。自殺志願者募集中。2019年8月某日、埼玉県入間市、22歳の大学4年生 KM は夏休み期間中だというのに外に出ることもなく、薄暗い部屋の中でスマートフォンの画面をもう何時間も見つめていた。この時彼が眺めていたのは Twitter、 現在の X だ。 K はこのようなキーワードを入れてユーザー検索を行っていた。死にたい、自殺、方法、それらは自殺をほのめかす言葉ばかり。 K は検索で引っかかったツイートを眺めては、その書き込みをした人物がどれだけ強い自殺願望を持っているのかを細かくチェックしていく。次々と画面をスクロールしていく K の指が急に止まる。この人はいいかもしれない。 K はめぼしいアカウントを見つけると、メッセージと書かれた場所をタップする。ダイレクトメールの作成画面に移り、こんな文章を入力していく。死にたいのなら僕が殺してあげますよ。こんな DM が来たら大抵の人はたちの悪い冗談だと思うだろう。しかし K は真剣そのものだった。 K は DM を送っては返信を待ち続けていたんだ。あ、またアカウントが凍結されたか。 Twitter では自殺を助長するような書き込みをしたアカウントには凍結処置がされるようになっていた。そのため K のアカウントも何回も凍結をされていたようだ。しかし K はすぐに新規アカウントを立ち上げ、活動を再開させた。貴重な夏休みの時間を使ってこのような行為を繰り返していた K。 彼が DM を送った相手の数はなんと183件。もちろん DM を送ったところで返信が来ることはほとんどない。ブロックされるか、たとえ返信があっても K が求めている回答とはほど遠いものがほとんどだった。この人は本当に死にたいのだろうか。 K が探していたのは心の底から死を求めていた人物。 K のこの活動は7月から始まり、8月になっても続いていたんだ。そんな中、一通の DM が K の Twitter アカウントに届く。それは K が送った DM への返信ではなく、過去に K が自殺志願者募集とツイートしたことへの反応だったんだ。そこにはこう書かれていた。あなたは本当に私を殺してくれますか。その言葉を見て K はにやりと笑う。ええ、もちろんですよ。あなたが本気ならね。K はその書き込みをしたアカウントに DM を送り、2人のやり取りが開始されたんだ。こうして出会ってはいけない2人はついに出会ってしまったわけだ。自殺志願者に異常に執着する K のことも気になるところだが、まず気になるのは K に連絡をよこしてきた人物のことだろう。彼女がどのような状態にあったのかを探っていくよ。死に場所を求めて。K に連絡をしてきたのは都内在住の女性 AH さん、36歳。 Twitter 上で年齢を公開していたわけではないが、 A さんに社会人経験があることから K より年上であることは2人とも理解していたようだ。 A さんが死を望む理由は、社会人経験のない K には想像することしかできなかったが、その社会から離れて働けなくなったことが原因ということだった。大きな病気をして働けなくなったんです。このまま家にいるだけの生活なら生きていないのと同じだから死んでしまう。
しまいたい。 K は今までツイッター上で眺めたりやり取りをしていた自称自殺志願者とは違う切羽詰まったものを A さんに感じていたんだ。そしてその考えは正しかった。働けない体になった A さんは実家の部屋に引きこもっており、ネットサーフィンをして毎日を過ごしていた。しかし問題なのは彼女が閲覧しているサイトだ。それはどれもこれも死や自殺にまつわるサイトで、それこそ自殺したい人募集といった文言が書かれているページも含まれていた。そのことを知った A さんの両親はスマートフォンを強制的に解約させている。力技ではあるけれど、ご両親はなんとか自殺から遠ざけようと必死の努力をしていたんだね。自殺から遠ざけるためには非常に効果的な方法だったと思うよ。しかし契約の切れたスマートフォンであってもフリー Wi-Fi さえあればネットにつなぐことができてしまうことを考慮していなかった。結局 A さんは両親に隠れて Twitter アカウントを動かしていたんだ。そんな時 A さんはとあるツイートを目にする。そこにはこう書かれていた。自殺志願者募集中。そして A さんは藁にもすがる思いで DM を送ってしまったんだ。こうして二人のやり取りが本格的に始まる。心境に変化が起こったのは大学生 K の方だった。 A さんと DM でやり取りをしているうちに K の思いは日に日に強くなっていく。この人の願いを叶えてあげたい。僕は彼女の役に立ちたいんだ。 K は A さんを殺害することこそが救いであると考え、使命感のようなものを持っていた。そして A さんを殺害する計画の段取りを進めていったんだ。死ぬならどこがいいですか？汚い場所とか外は嫌だから綺麗な場所がいいな。こうして選ばれたのが立地的にも適していた池袋のラブホテルだった。この頃になると K は大学の授業にも出なくなり、ゼミの課題も放置。頭の中は A さんを殺害することでいっぱいになっていたんだ。それにしてもなぜ K は A さんを殺害することを自分の使命とまで感じるようになったのだろうか。そして A さんはなぜ死ぬこと以外の選択肢を消してしまったのだろうか。この時彼ら二人には現代人であれば誰しも陥りがちなある思考状態にあったと考えられているんだ。ここで本日のメトラーキーワード、トンネルビジョンについて。トンネルビジョンとは思考における視野の範囲が極端に狭まり、客観的な視点を失うことでストレスから逃げたり適切な対処をすることができなくなってしまう精神状態のこと。この状態が何ヶ月も続くと鬱を発症し、冷静な判断ができなくなり、最終的に自死を選ぶ人が出てきてしまう。 A さんは仕事をしておらず引きこもっており、 SNS という狭い世界に閉じこもってしまった結果、トンネルビジョンに陥り、死以外の選択肢を見失ってしまったと考えられる。いろんな視点を持った人たちと交流を持ち、視野を広げることがトンネルビジョンを抜け出す手助けとなるはずだ。 SNS は一見すると開けた世界のように見えるが、自分に都合のいい情報ばかりを無意識に取捨選択していることもあり、考え方が凝り固まってしまう傾向があるので注意が必要だ。では一方の K はどんな人生を歩み、この計画を実行するに至ったのかを見ていこう。夢を抱く大学生。ツイッターに張り付き自殺志願者をひたすらに探していた KM。 しかし彼は特別異常な人物というわけではなく、もともとはごく普通の青年だった。 K が生まれたのは1997年、埼玉県入間市で生を受ける。家庭環境に大きな問題もなく、すくすくと育っていた K。 子供の頃はピアノを習っていたことから、経済的にも不自由はしていなかったと思われる。反抗期らしい反抗期もなかった K は、周りから見たらいい子だったに違いない。反面、感情をあまり表に出さないことから、他人と密にコミュニケーションを取るのは苦手だったようだ。都内の大学に通い出した K は演劇サークルに所属、脚本を手掛けることもあり、活動意欲は非常に高かったという。そしてある夢を抱いていたんだ。いつか学校の先生になって演劇部の顧問になるんだ。子供たちに演劇の楽しさを教えてあげたい。実は K には高校生の時に恩師と呼べるほど尊敬していた先生がいた。そしてその先生が演劇部の顧問だったことから、こんな夢を持つようになっていたんだ。大学では教職の単位を取ることも忘れず、 K は自分の夢に向かって一歩一歩順調に進んでいた。ここまでは順風満帆な大学生活を送っていた K。 しかしこの後、彼の人生の歯車は少しずつ狂っていく。俺って教師に向いてないのかな。その日 K は教育実習生として学校で仕事をしてきたところだった。内向的な性格でもあった K は、子供たちと思うようにコミュニケーションが取れなかったんだ。もちろん教師と生徒の間にも相性はある。教師になりたい人間が全員最初から生徒たちと完璧なコミュニケーションを取れるわけもない。しかし夢にまで見た教師生活が急に重く苦しいものに感じられたんだ。そんな気持ちを抱え込んだまま、 K は教員採用試験を
受けることになる。直前に行った教育実習の精神的ダメージが残っていたのかもしれない。試験の結果は不合格だった。肩を落として実家に戻った K を両親が迎え入れる。教員試験の結果って今日出たんでしょ？どうだったの？うん、試験の結果はね、もちろん合格だよ。K はそれまで両親と良い関係を築けていたわけだが、それでも内心をさらけ出せる相手ではなかったようだ。応援してくれる親に不合格を報告できない気持ちはわかる気がするね。両親のみならず、 K は誰にも胸の内を沸かせないでいた。大学の友人たちが次々と就職先を決めていく中、 K は人生の道しるべを完全に見失っていたんだ。僕の人生はもう終わりだ。消えてしまいたい。この頃から K はツイッターにのめり込んでいく。顔も名前も知らない人たちが思い思いの感情を言葉にして発信する SNS。 それは心が弱っていた K にとって現実の世界よりもはるかに身近に感じられたんだ。こうして K は自分と同じように自殺願望を持つ同志を探し始める。そして誰よりも死を切望していた A さんと巡り合ったんだ。そしてこんな考えに至る。彼女の死の手助けをできれば、僕の人生にも意味があると言えるのかもしれない。一回の挫折と一個の嘘から始まった K の転落劇。 SNS でつながった二人はついに計画を実行に移す。池袋ホテル食卓殺人。2019年9月12日午後3時40分 K と A さんの二人は池袋で初めて顔を合わせた。挨拶もそこそこにラブホテルへと入っていく二人。 A さんの希望により死ぬ場所はラブホテルと決まった。ラブホテルなら掃除もされているし、窓が塞がれているから外からは中の様子がわからないからだ。また店員との接触も最低限のため、発覚する危険性が低いと考えていたんだ。予約した部屋のドアの扉がゆっくりと開かれる。部屋に入った2人だったが、早速気分が悪くなったという A さん。彼女はトイレにこもってしまっていた。大丈夫ですか？今日はやめますか？K は A さんを気遣い声をかけ、今から殺害する予定だというのに解放までしていた。しかし A さんの決心は揺るがなかった。いえ、お願いします。その方法は絞殺と決まっていた。血が飛び散ると処理が大変だと考えたからだ。そして実行直前、2人はそれまでのツイッターでのやり取りを消していく。準備はいいですか？じゃあ始めますね。ベッドに横たわる A さんの首に手をかける K。 その手は小刻みに震え、汗が止まらない。しかしここまで来てもはや引き返すことはできなかった。 K は目一杯の力を手に込めて A さんのか細い首を締め上げたんだ。動かなくなった A さんを見て K は激しい後悔に襲われる。自分はこんなことをしたかったのか。彼女はこれで救われたのか。様々な感情が押し寄せるが、頭の中は全く整理がつかない。混乱しつつも K は用意したキャリーケースに A さんの遺体を入れようと試みる。しかしどうしてもうまく入れることができなかった。計画では遺体を入れたキャリーケースを人里離れた場所に捨てるというものだったが、それはできそうにない。パニックとなった K は圧縮袋に入れただけの A さんを部屋に放置、そのまま逃げるようにラブホテルを後にしたんだ。 K は A さんの殺害後に正気を取り戻していた。強い精神ショックを受けたことで皮肉にもトンネルビジョンから抜け出したのだろう。 A さん殺害の後、自分も死ぬつもりでいた K。 しかしそんな考えはすっかりなくなってしまっていたようだ。恐怖と罪悪感が死にたいという願望をかき消してしまったのかもしれない。 A さんの遺体はその日のうちに発見され、ホテルの監視カメラの映像から事件から6日後に犯人である KM は逮捕となる。取り調べで K は A さんが自らの意思で自分に助けを求めてきたこと、そして自分はその思いに報いるために首を絞めて殺害したことを述べた。実際 A さんの体には抵抗の跡もなく、暴行された形跡もないため、 K の発言の信憑性は高いと考えられた。結局殺された A さんに自殺願望があることが確認されたため、 K は被害者から依頼されて殺人を犯した罪、嘱託殺人で起訴となったんだ。その上で裁判長はこのように述べている。被害者の事情を知らず軽々しく自殺に関与することは人助けであるはずがない。 A さんの両親は娘を支えて生きようとしており、悪質性が高い。結局 K には命を軽視する反社会的な犯行として懲役5年が言い渡されている。刑期を全うしていれば K は間もなく懲役を終えることになるだろう。果たして彼は今 A さんに対しどんな感情を持っているのだろうか。